皆さんどうもこんにちは、ワンディー&ユーポンです。はい、今回ですね、多分ね、皆さんも中には知ってる方も、まあ、ちょこちょこといると思うんですけども、ユーポンをね、インスタグラムで見かけました。あ、これ聞かけましたか。これは見かけました。どういうものかというとですね、物でもなく食べ物でもなく触れるものでもなく、アプリなんですよ。アプリを見つけちゃいました。まあ今流行ってるのって、まあスライムとかじゃないですか。おとふちだったりね。流行ってて、まあ音もいいじゃないですか、スライム。アプリでスライムのおとふちができちゃうんですよ。なんと。もうね、お金かけなくてもね、スマホがあればね、おとふちできるとかすごくない？スライムの。だからね、なかなかスライムこう、うまく作れなかったりとか、あとはまあ、いい音のスライムが手にないという方は、このアプリで音を聞いてみるのもいいと思います。まずね、どういうアプリかというと、でね、これね、英語で書いてあるんですけど、スーパースライミーってものです。英語です。スーパースライミー。で、これどういうものかというと、まあ、さっき言った通り、なんかね、スライムを作れるみたいなんですよ、自分で。好きなスライムを。開いたらね、こんな感じでね、スライムが出てきます。すごくない？で、これを触ると、本当にね、ちゃんとね、こう、穴が開くんですよ。で、音も出るし、ちょっとやってみましょう。いきます。すごくね。やばくない？で、その他にも、これね、上のやつをタップしたら、これがね、ユーポン作ったやつかな。え？ねえ、こんなのタップしたっけ？そう、このね、ドロドロ系もあるの。もうドブのようじゃねえか、これ。何これ、テカってんの。そう、こういうね、なんか、そう、独特なものも。あとね、ちょっとグロ注意なんですけど、グロいのもありますよ。これ絶対臓器だよね。ほら、これ絶対臓器だよね。で、あともう一個、これ、いいかな？いいっぽくない？ほら。絶対いいだわ。弾力。スライムっぽいな、でも。で、あとは、まあ、こういう綺麗なものだったりもあるけど、あとね、こうやってユーポンもね、作れるんですよ。ここ、プラスボタン。あ、見て！ふわふわスライム追加された！やった！これ、やってみます。え、嬉しい！で、こういうの混ぜます。これ、満タンになるまで。やっぱりスマホでもスライム作れちゃうよ。すごいね、そういう時代だったんだね。で、そしたら色をつけます。白のままがいいけど、白じゃわかんないからな。これにしとこ。はい、そしたらですね、色染め終わったら次中に入れるものですね。別になんか中入れなかったらこれキャンセル押せば OK です。キャンセルします。で、そしたら、スキップ。はい、レッツプレイ。はーい。じゃあ、触っていきます。サムネよくね。ちょ、やばくない？あとみんな大好き、ここ潰すやつ。潰すやつ。すごいんだけど。で、戻すには、こうポンってある。あ、なんだこれは。なんだこれは。4本だったらもう、ちゃんと4本の、ね、跡がつきます。5本だったらちゃんと5本の跡もつきます。何触った今。なんか誰か歩いてきてるみたい、ドブから。今サク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 パンナか。で、これちゃんと集まるからね、スライム。すごくない？
ほら、もう最高だよね。これ一番好き。はい、ということで今回はこちらのスーパースライミーというアプリを皆さんにご紹介しました。結構ね、まあまあ見た感じは結構まあシュールだなぁってね、ちょっと実は思ったんですけど、なんかやっぱり暇つぶしとかにもいいと思うし、ほらたまになんかさ、急激的になんか急激に音フチとかいい音聞きたい時ってあるじゃん、たまにスライムの音とか。その時にこのアプリを使ったらいつでも触れば音がキッ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 ってなるので、ぜひね皆さんも暇つぶしにスライミーで遊んでみてください。スマホでねスライミーと触れ合えるので、ではよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、ライラブ、ミュージカリーの方もフォローやろぽんです。ではおつぽん。